まあ、実際にはなかなか結果が出ないっていう部分でシーズンオフに、ね、対談とか出てましたけど、これが本当だったらもう球団に対して、ね、不信感っていうのはあったんですけど、コーチ陣の役割めちゃくちゃ大事じゃないですか。今さん、では本日よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、お願いいたします、まずですね、今回、岡田監督との思い出について語っていただきたい、はい、思い出ですか。もうやっぱり何といっても2005年の優勝という部分になりますよね、はい、あの星野監督から引き継がれて2004年監督就任になって、1年目はまあ4位ですかね。でも2005年になって、JFK 確立させてっていうところになるんで、もう本当にピッチャーを中心とした守りの野球っていう、まあ、まあ甲子園で勝とうと思えば、ホームグラウンドなんで勝とうと思えばやっぱりそういう野球に徹していかないといけないと思うんですけども、やっぱり、ね、打って点を取って派手に、ね、勝つっていうのは一番ファンの方々は喜ばれますけども、やっぱあの広い甲子園球場ではそれをするとなかなかやっぱり守備の乱れからやっぱり相手に点を取られてっていう風になったりとかするんで、やっぱりその投手力、守備力、ディフェンスで勝ったチームで、また今年監督就任されてからもやっぱりそっちの方で、なんとかっていうチームカラーをつけていこうという部分はおっしゃってるんで、そのあたりがどこまでいくかっていう感じですごく思います。ただもう一つ、はい、2005年、あ、まあ、2008年まで監督されてて15年ぶりですか監督されますけど、やっぱりその時と比べて、正直あの時に比べたらもう今年66歳なんですよ、僕の一回り上で、うわー老けられたなっていうのはありますけど、でもやっぱりこっからユニフォームを着てまたあの時の部分の熱い思いがこうガーッと湧くことになると、もっと顔つきもくって引き締まったりとかするんだろうなと。やっぱりなんといってもまだオープン戦ぐらいなんで、そんな言うほどあの岡田監督もピリピリすることもないだろうしって言うんですけど、これやっぱりシーズン入ったら変わると思いますよ、岡田監督は。ここまでそのオープン戦とかあの練習試合とかキャンプとか見られて、はい、今年の阪神いかがですか。まだね、まあ監督もそうだし選手もそうだし、やっぱりちょっと年の差がやっぱ開くんで、お互いがどんな人なんだろう、どんな選手なんだろう、どんな監督なんだろう、どういう采配するんだろうって分かってない部分があると思うんで、探り探りですよね。遠慮してる部分はすごくあると思うんですよ。そのためのまあコーチ陣、まあコーチ陣と僕ら世代の結構一緒にね、2005年優勝した時のメンバーが入ったりしますけども、の役割はすごく重要なのかなというふうに思いますね。まあそのコーチ陣も老けましたけどね。まあ僕自身もそこから野球やめてからもう10年経って、もうみんなそういうふうになっていくんで、でも年を取っていい年の取り方っていうふうにあると思うんで、そういう意味では今年ねまた優勝っていうものを成し遂げて、前回の優勝は岡田監督の時やねんなとなると、若かりし時の岡田監督の優勝の映像も出るし、で今回の映像ももちろん出るし、だったらすごく面白い光景になっていいんじゃないのって思います。はい、岡田さんが現役時代の時 その岡田監督と選手と その関係性というのはどういった感じなんですか。まあ、僕の場合は一緒にこう現役時代も2年間被ってましたし、入った時に岡田さんおられましたし、で今度は、まあ二軍監督としても帰ってこられてた部分もあったりしてたんで、結構付き合いというと失礼かもしれないですけど、長く一緒に携わってるという部分もあったりとか、あとプライベートな知人も一緒の方、あの共通する知人の方いるんで、すごくそういう部分ではなんか身近なのかなっていう感じはしますね。なんか選手と監督っていうよりかは結構もう身近な感じですね。そうですね、はい、ある程度別にだからといってこう密に話をするということはないんですけど、まあ岡田監督だったらこういう性格なんだろうなとか、監督自身も僕一緒に選手としてやらせてもらってた時は、あのまあひーはこういう感じだってみたいな感じの、なんかあうんのなんかそういうのを知っておられるみたいな感じですね。監督との印象的なエピソードというか、一個挙げるとしたらこんなことあったなみたいな。エピソードですか。まあまずプロに入って先輩に初めて食事ついてもらったのは岡田さんなんで、はい、1年目の、シーズンでちょっとだけあの
最初2軍スタートだったんですけど、キャンプで1軍最後の1週間ぐらいの時に1軍に合流して、そのままオープン戦ちょっとだけ一緒だったんですけど、その時にちょうど同期の久慈はもうずっと最初から1軍だったんですけど、岡田さんからご飯誘われてるのに行かへんかって来られて、で初めて連れてもらったって福岡の店で、じゃあ何、それが何も覚えてないもう緊張してうわ声かけていただいたみたいな感じで一切覚えてない。じゃあその出来事だけ、そう福岡で声をかけていただいたっていうのだけ覚えてで、すぐに僕多分2軍に落ちましたからね。はいはい、何話された、全然全然全く覚えてない、はい、そういった時のこう身近だった関係性から言うと、やっぱり今のこの選手たちとっていうのはつなぎ目みたいな選手とかが大事になってくるんですか？なりますね。コーチ陣の役割めちゃくちゃ大事じゃないですか。だから岡田が、まあ、当時だったらその前回の監督の時は直接選手にもうパンってこう言ったりもしてましたけど、今回はちょっと言いづらい部分があったりするとコーチに言ってっていう部分があって、でコーチがちょっと起点聞かせてそのままボソボソと言っただけのことかもしれないけども、それを選手に伝えたりもするだろうし、まあそれ今のことは監督が発したことは言わなくてもいいだろうなと思ったらコーチ陣の胸で締めしまうしっていう感じで、うまくやり取りしないといけない役割コーチ陣あると思いますよ。はい、ありがとうございます。ちょっと話前後してしまって恐縮なんですけれども、はい、ちょっとこの2007年、はい、ご自身初の代打満塁本塁打を打たれるも、はい、ちょっとシーズン後には阪神の対談報道なんか出たりなんかして、はいはい、ありましたね。この当時の裏側というか、この当時の裏側ですか。もうね、2007年が本当の代打に足を踏み入れる立場になったんですよ。2006年はまだ、スペンサーかなとこう併用、2005年がスペンサーか、で2006年がちょっと代打の形に入りつつあるんですけども、なかなかいい結果がやっぱりまだ出たり出なかったりというのもあったりとかして、リズムがないなとか先ほど最初言ったような感じになってて、で2007年はいよいよ本当に代打として結果を出さないといけないような部分があったりとか、でもまだ自分の気持ちはレギュラーは捨ててないんですよ。もう常にレギュラー、常にレギュラー、こっからなんとか、でも数チャンスは少なくなってきてるんで、その少ないチャンスをものにしない限りはやっぱりレギュラーにもう一回返り咲かないっていう、極めて厳しいような状況に追いやられてるところで、若手の選手の台頭でこうなってるんですけど、そこでまあ実際にはなかなか結果が出ないっていう部分でシーズンオフにね対談とか出ましたけど、あれ新聞出たけども実は前日に名古屋だったんですよ、最終戦が。で食事会場行ってるんですよ。で食事会場行ったら球団の方々はみんなフロントの社長はじめ皆さん来られて、あお疲れ様でしたって一緒にご飯食べてたんですよ。で僕はまあある程度食べたらお酒ですとか言ってって感じだったんですけど、何も言われてないんですよね。呼び出しもされて、でなのに次の日に檜山対談って出たんですよ。でってなって、いや昨日会ってたしって思ったから、これはこれが本当だったらちょっと逆にもう球団に対してね不信感っていうのはあったんですけど、でそれを、こうやって何にも話がなくそのまま僕ちょっと大阪の方に家族でご飯を食べに行ってたら電話がかかってきたんですよ、社長からかな。でまあ俺もちょっとそれ知らんかったってこうなって、新聞に出たのはっていう、あそうなんですか、いや悪いな、別に そういうわけじゃないからなみたいな、ただまあ来期も檜山とは契約するつもりやけれども、年俸のその給与の部分に関してはちょっとっていう、まあ、そこは当たり前の話だし、あそうなんですかみたいな感じで終わったっていうことなんですけど、まあ別にちょっと違う感じで、まあ、多分おそらく予想みたいな、多分契約でこじれるんじゃないのっていう部分の予想から新聞の方でポンって出たのかなっていう感じですね、はい、僕はそこのその場で多分社長に言ったと思うんですよね。いやもう昨日あったのにそれで言われてなかったらこれちょっとなんか話が違うだろうっていうふうに思ってましたみたいな感じで、悪い悪い全然俺もちょっとし朝ちょっとバタバタしてて新聞その見てなかったんやみたいな感じで普通に言われましたけど、はい。